That attack's actually really good in 7. ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大海さんの後になります。それで今かしら。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大海さんの混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大海さん以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず大半の者が路頭に迷う。
そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。What is this? ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです、はあ、バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場？ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。五年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、
ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと青龍会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ、お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ海老名さん、あんたと青龍会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。It's that simple. There's gotta be something more going on here. 春日さん。ん？もしまだお時間ありましたら、会っていただきたい人がいます。俺に？いや、別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今、呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。サワシロ、How the fuck you get out of prison? 久しぶりだな、イチ。サワシロの頭。Action.